そしてセレモニーが行われています。前回のホームゲーム横浜 FC 戦での出場でなんと J2 さん400試合を達成したという浜田武のセレモニーが現在行われています。徳島で今年8年目、34歳というベテランです。ここは回り込んで山口が前線にボールをつなげます。落ち着かせて小塚のヒール、いい、ね、そこから流れるようなパスワーク、得意のパスワークです。左サイドの前、中にはレオナルド・ラモスが待っている、うん、ここは滑り込んでシュート、いきなり打ってきました。小野瀬のシュート、右足枠の外でした。では理想の形ですね。そうですね、あの左サイドをうまく突破した中で、まあ、中央のラモスですよね、はい、ここを起点にしてその後のこぼれ球ですね。さあ先ほどとは違った並びですが、どう仕掛けてくるか。山口ファーサイドに入れてきた、シェリング、ピラル、いや長谷川すごい反応しましたよね。ドンピシャリのタイミングで合わせたビダル、はい、足元を狙っていったんですが、一つこういうボールが入りますよね。ここも厳しくきますけど、はい、ここ一つ二つ剥がせればサイドも空いてきますしね。キムジョンピルからグラのボールだ、山崎の足元収まった。さあゴールキーパーと1対1かわしてシュート、左に外れる。反転まで、そしてゴールキーパーと1対1に持ち込んだところは良かったんですが、今一番大外に山崎、カルリーネス蹴ってきた、山崎を狙ってくる、落として後ろからシュート、大崎、最後右足でうまく合わせました。大崎純也のシュート、枠の左でした。今日のこの、まあ、大崎得したというのを、ね、非常にこう当てると思うんですよね。小塚が運んで左足のクロス、逆サイド取り返し、しかし左です。枠のわずかに左、取り替えのヘディングシュートでした。小塚よく見てましたね。やはりこの左足ですよね、はい、精度抜群です。なかなかこのセンターバックが安定しないというところは山口にとっては悩みです。高い位置で奪った、3対3になる、ね、大崎純也収めて山崎に預ける、中には杉本スルーして前が空いた、渡りだ、渡り仕掛けてシュート、先制徳島。前半の35分、流れるようなカウンターアタック、最後はエースの渡りが今シーズン16点目を決めて1対0徳島先制に成功しています。いや完璧なカウンターでした。完璧ですね、はい、まあ、山口、まあ、ビダル自身もおそらく中盤でうまくボールをつなぐ、渡り足元収まる、やった小崎純也、ともに2試合連続ゴール。このゲームも結果を残しました。背番号10番、うまく合わせましたね。この背後への突破、渡りの得意なプレーですよね、それに対してこのワンタッチ、いや素晴らしいね。まあ、そこをまあ徳島はやらせていないんですが、はい、あ、まあ、山口の方はボールを、あ、さあ左に抜けた、大崎今日2点目、完全復活の10番、いや素晴らしいですね、この、まあ、ディフェンスライン、まあ、センターバックの間ですよね、うまく抜け出しましたね。ビダルを変えてくるという、今日ねフォーメーションを変えてきたところなんですが、うん、このあたりはちょっと采配の中でも後悔があるかもしれません。中に来た山崎だ、山崎判定してシュート、決めた、山崎も2試合連続攻撃爆発、徳島ボールです。2試合連続での4得点、今日注目の山崎亮吾、ワンゴールワンアシストと大爆発です。この辺りも近い間合いなんですけども、なかなかプレスに行けません。ここは囲んだ、かわして渡り、中に入れる、大崎純也、前にすっと逃げていくのは清原、大崎純也自ら行った、ハットトリック達成、完全復活のエースナンバー背番号10。もう一度そのシュート、その瞬間見ましょう。積極性で奪ったゴールでした。大崎レオヘディングでクリア、そして完全勝利、5対0、圧倒的な力の差を見せつけました徳島、背番号10が大爆発、なんと大崎
純也、今シーズン初、そして自身のキャリアとしても初となるハットトリックの達成、仲間たちの祝福を受けます。